はーいえーとね、雑にゲームをしながら雑談をするコーナー。やってみたかったんですよ、雑談動画。というのもね、えーと、動画を出し始めたのが2016年の4月。で、今が2019年の10月9日なので、まあ、3年半。で、3年半やってきて登録者が 500件行きましてね。本日。まあ、2、3件の増減はあると思うんですけど。まあ、とにかく500件行ったと。まあ、これはね、うん、早いか遅いか、多いか少ないかで言ったら、まあ、遅いし少ないと思う。なんだ、思うんですが、まあ、それは、そうなんでしょう。まあ、それよりももっと、 皆さんとコミュニケーションを取りたいなと、思ってて。まあ、登録者500人。まあ、人かどうかわかんないん、ね、で、500件のうち、まあ、楽しみに見てくれてる人ってのは多分10人ぐらい。10人は言い過ぎだな。5、6人。まあ、その5、6人に向けてやってるわけなんですけど。まあ、知り合いだよね、それは。<laughs> 本名も、 連絡先も知ってるような人が見てくれてるんで。んで、感想なんかは直に言ってくれたりするんですけど、なんだろうな。そもそも、ターゲット層というか、俺みたいな人がターゲットというかね。もっと言うと、YouTube でゲーム実況なんか見ない人がターゲットなんですよ。だからみんな、一般的にゲーム実況っていうのはもう元気が良くて <laughs>。 はい、おめでうございます。みたいなね。そういうのが嫌いな人向けにやってるんですけど、そういう人らは YouTube でゲーム実況見ない。そもそも見ない。まあ、それはいいや。まあ、年齢層もうちは高めなんで、完全に昭和の人向けっていうか、やってるのもそうだし、まあ、俺と同年代か年上の人が多いって感じで、登録者ね。まあ、その人らはもう見てないんでしょうけど、 まあそこら辺は本当とよくて、まあ見てくれる人とコミュニケーション取りたい。なんでね、まあ3年半かけて500件行ったんで、あと3年半かけて登録者1000件目指して、皆さんと楽しく <laughs>、やっていきたいなとは思ってるんですけど、たまーにね、配信やるんすよ。うん。YouTube ライブ。生放送。でまあコメントつかないですよね。 見てくれてる人はいる。減ってもない。けどコメントはつかないっていうね。まあ、俺と喋りたくないんだろうなと思って <laughs>。はい、終わりです。つって。なんとなく終わっちゃうんですけどね、いつも。ほんで、この間、人とマイクラやりながら、ライブハウスとバンドマンの悪口を言うっていう回をやって。それはコメントついてなかなか楽しかったんですけど。 まあもう一人の方のマイクのボリュームが全然聞こえなくて、残したかったのに、まあ送られにしちゃったんですけど、まあそういう時に、おっしゃる通りだとか、いやいや、それを考えはおかしいぞっていう意見が欲しいんですよね。もうディスカッションをしたい。ディスカッションしたいっていうか、あ,あ、そういう考え方もあんのかって気づきたいっていうかね。 まああれ面白かったんで、また機会があれば、ライブハウスとバンドマンの悪口を言おうかなと思うんですけど、まあ大体の人はもうね、ライブハウスやバンドマンなんかどうでもいいからね。興味ないよね。その界隈の人向けにやってもなっていう。まあいいや。で、まあつまり、正直言いたくないけど、コメントが欲しい。 で、このチャンネルコメントが承認制になってて、一旦確認してから公開するか、ゴミ箱行きかでやってるんですけど、まあ、褒めてくれてるのは承認。であと当たり触りないやつとか、なんだかわかんないやつも一応承認。で、ディスリ系が、んとね、公開しても面白くねえから、どうせ。 公開しても面白くないんで、まあ読んで削除しちゃってるんですけど、面白いディスリならね、全然公開したい。ただもうほんと、すっとんきょうな、何言ってんだこいつみたいなのが多いんですよね、やっぱり。コメントでディスるやつは。なんだろう。実況プレイって書いてるのに、実況いらないとか。 実況か実況じゃないかはさておいて、ああ、そうですかとしか言いようがない、っ <laughs>、つって、ゴミ箱ボタンを押してますけど、なんかね、この間もね、あの暴言まではいかないけど、愚痴ばっかりで、残念だみたいなコメントが来てまして、うん、そういう愚痴をコメントに書くのかっていうね、だからなんか、こんなバカがいますよっていうさらし上げになっちゃうから、好きじゃないんですよね。 なのでで一応まあ読んで捨ててますそうだ承認制にしたのはあれだなんかすっげえくだらない下ネタをね書いてくるガキがいていや俺中学の時でもこんなくだらねえこと言わねえよみたいなねほんとしょうもないお里が知れるような下ネタそういうのが来て承認制にしちゃったんですよなので皆さんなんかいろいろ書いてください <laughs> 読みはします ディスリーも読んでもね、幸せにはなんないからね、誰も。嫌な気持ちしかしないから、よくないですよ、そういうの。<laughs> 黙って帰れよ。つってね、言ってましたけど。なのでね、なんだろうな。その雑談動画をやるんで、ネタください。それこそコメント欄や Twitter、Twitter めんどくせえな、見ねえな。コメント欄に、 雑談ネタください。もう何でもいいです。相談でも。相談得意だからね、すごい。相談乗るのが得意ですよ。ボッコボコにしますよ。もう竹原張りにボッコボコにしますよ。うん。一応ね、次回のネタはね、果物について語ろうと思ってるんで、もうそんなんでいいです。果物について語ってくださいとか。 嫌いなバンドについて話してくださいとか、そういうのをコメント欄にください。話せそうなら話します。という感じで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。